はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。まずはじめに朝ちょっと面白いなって思ったことがあったんですけども、松組のとある女の子がですね、こう髪の毛をこうしながら来てですね、あのさ、私が言いたいことなんだかわかるよねって言われて、全然わかんないって思って髪の毛切ったって言ったら、さっき転んだって言われて、難しいって思って、でなんかそれがちょっと面白くて、なんかこう朝から女の子のね、細かな変化に男が気づかなきゃダメだぞっていうことをちょっとこう5歳、松さんの女の子から教わったなっていうふうにちょっと勉強になった朝になりました。そして、年長さんでは今日サマーパーティーの方がありまして、まずはじめに、田口さんの給食の先生のですねお話を聞いて、どこから来たサンマなのかなとか、サンマにはどんな栄養が含まれてるのかななんていうお話を聞いた後に、実際にですね、そのサンマに触っていったんですけども、松の子、大体の子がですね、もう全然物おじとかもせずに、こうがっしり持って、もうちょっと潰れちゃうんじゃないかなっていうぐらいの勢いでですね、こう触ってて、目まで触って、もう隅々口も開けて、ね、なんかその、給食の先生がこう、サンマにもね、ベロがあるんだよなんてお話すると、もうみんなこう開けて、あったで、とある竹の男の子はですね、ほじくり回してましたよ。すごかったですね。もう探求心の塊にした。すごいなって思いました、それをね。で、いざですね、お給食でサンマが出た時には、サンマの上手な骨の取り方っていうのも、給食の先生に教わって、みんな自分で一生懸命骨の方を取っていきました。やっぱりこう自分で骨を取るっていう体験がなかなかないと思うので、こう立った後はちょっとこう満足げな感じで、いつもよりもこう、もりもりとサンマもね、ご飯も一緒に食べてくれたなっていう風に感じます。そしてまたこれは私個人のことなんですけども、あのサンマの横にですね、大根おろしがあるんですけど、この組み合わせがたまらないんですよ個人的に。もうサンマと大根おろしはもう本当に合わせるとすごい美味しいなっていう風に思うんですけど、でも自分自身はこうちっちゃい時は大根おろしがすごい嫌いで食べれなかったんですけど、だいたいこう高校生ぐらいになった時、お魚とこ大根おろし合わせたらすごい美味しいなっていうことに気づいたんですけど、松さん結構大根おろしと一緒に食べてる子いて、一緒に食べて美味しかった人って聞くといっぱい手が上がって、うわもう5歳6歳で大根おろしと魚の組み合わせに気づくなんて超得してるなっていうふうに思って、いや松さんさすがだなっていうふうに思って自分もこう嬉しくなりました。そして明日は待ちに待った遠足があります。雨が降っても晴れてもね、水族館公園にね、どっちになってもすごく楽しみなので、私も今日は早く帰って早く寝て、明日も元気もりもりみんなと一緒に楽しい思い出を作りたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。